何ですか今日は。これから四千頭身の映画を撮ろうですか。違います。映画監督のメガホンサイズだけど、あの僕が持ち込みです。僕サッカー部高校時代、3年間4軍でした、もうその代表的なね、はい、サッカーは、あのベンチ外だと全員応援に回ります。そうだな、まあスポーツ大体そうなるな。そこで公式戦で盛り上がる応援歌何戦か。じゃあ決めてきた話、決めてきた話。いやー、これはね、ちょっとね、絞れなかった。いやいや、大体こういうのってタイトルとかサムネで7戦とかで流れてくれるんだから、何戦かって言われても何戦かです。いや、どうするつもりなの。じゃあこの後どんどんあの思い出す可能性もあるんで、じゃあとりあえず何戦か、今厳選されてるあれは何戦。4戦。おお、4戦いいんじゃないですか。シモクルキューブ見過ぎだろ。だいたい3か5なんや。あれはなんで4やねん。ベスト4って言ってるからね。でもさ、野球ってイメージあるじゃん。ルパン三世とかさ。それはさ、あのサウスポーとか。そうそう、ブラバンついてるじゃない。ブラバンついてる。ああ、ラッパね。ラッパがいるでしょ。ラッパは各種楽器がね。もうサッカーなんで、サッカー僕らの学校はですけど、都大会準決か決勝行かないとブラバンが来ませんでした。ああ、なるほどね。まあまあ、大体野球もそんな感じだけど、だからまあ全部地声、まあ、なるほど。聞いたこと、いや、さっきの匠のオーニーポンとかもさ、聞いたことあるし盛り上がるの分かるけど、あれが一番まあ有名だよね、まあ、日本代表で歌ってるからね。あるかな、他にサッカー。これね、めちゃめちゃある。教えてください、早く。4戦ね、まあ、教えたくない、俺は。なんだお前、このオープニングでもうちょっと肩作りたいんだよ。いや、俺応援歌歌って肩作った方がいいやろ。じゃあ1個まず、うん、これじゃあさっきの言った通り、野球ではね、守備の時に盛り上がる。ああ、なるほど。サッカーにおいて、はい、守備、相手から攻められてる。そう、相手から攻められてる。守備が長かったりとか、 PK の時は PK、 そこなんです。いいパス出した、いいパス出したらしいよ今。そこなんです。お前って人の間センタリングがすごいところに、 PK とか結構ゴールから近いところでのフリーキック、守る時ね、大ピンチ、はい、この時に歌うのがシーサー。はあ、え、まず第一戦、まあ、まずはビギン、何それビギン。いや、沖縄のシーサーのイメージが強い。はい、沖縄のシーサーなんですよ。ほんと、いいパス出してんだ。俺、いいパス出してんだ。適当に喋ってんだ。沖縄のシーサーって何ですか。シシ。シシ、トラ、ライオンとかね。そう、その総称、シーサーとは何ですか。なんであいつ守り神。そういうことなんです。めっちゃ気持ちいい。いつ聞けんだよ、シーサー。いつシーサー聞けんだよ、俺たち。守り神なんです。はいはいはい。だから、キーパーに歌うんです。なるほどね。ああ、なるほど。意味があるんだな、ちゃんと。そう。じゃあ、コーナーキックとかも。コーナーキックとか。はいはいはい。フリーキック、PK の時に、応援団が、シーサ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 、守り神。いや、ノミやん。なんでなんでなんでなの。違います。これでるか。これなんです。で、守り神って言ったら200人がシューサ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 守り神。なんで右肩入ってるんだよ、ちょっと。で、これでめちゃめちゃうるさくすることで相手のプレッシャーになるわけです。言ってしまう。ああ、なるほど。じゃあ大事だ。そう、やってみる。決まった、うん、やってみるってこと。キーパーやってみる。じゃあ、俺が、あ、キーパーやってみる。で、俺と匠で、いや、俺聞くかよ。いや、応援歌やった方がいいんじゃないの。なるほどね、じゃなくて、なるほどね。いけ。シューサ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 守り神。シューサシューサ
チャンスチェスチャンスチェスチェスチャンスチェスチェス守り神チェス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 守り神チェス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 守り神チェス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 何やってんだよだだだ盛り上がるこうなっちゃうよってことねそう盛り上がるだろいやこうなっちゃわないけどでも分かった分かった分かったなるほど盛り上がる、ね、盛り上がるじゃもう一個、うん、守備の方行こうかなうんこれね男だったら好きだなっていう男だったら好き男ってうんっていう声好きでしょなんと太いなんかこう血を吐くの太い声ねなんか体育部体育会系ってよくうんっていうイメージあるあ好きで出してる、ね、そうそうそうなんか文化というかあのトーンじゃないと怒られるからそうあのトーンじゃないと恥ずかしいから逆に好きでしょやっぱ好きというかまあまあまあ出してた確かにこれはねプレッシャーですプレッシャーって言ったプレッシャーですプレッシャーって曲なのね、はい、曲というか応援歌はいこれは、自分たちのが攻めてて、うんシュートが外れてしまったお相手のゴールキックになった時に歌うような曲なんですけど相手のゴールキック変なキックを誘うとまあ誘うというよりまあ普通に守備頑張れよということで歌う曲になってますゴールキックにプレッシャーはい、はい、応援団がプレッシャープレッシャープレッシャーって言います団長が団長がいますはいはい受かった今日うちでの撮影じゃなかった出したらありえるからね隣人来るわこんなのねプレッシャープレッシャープレッシャーそしたらみんなが一本一緒じゃんプレッシャープレッシャープレッシャーシースシースじゃん守り神でしょ日本守り神でしょ一緒じゃんいや違います、こっからですあ、こっからあんのかこっからなるほど、誰シースシースなんかシース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 今やってるのかプレッシャープレッシャープレッシャー一本プレッシャープレッシャープレッシャー一本前線で、おい中分で、おい最終ラインでテルやん、これです乗り方テルめちゃめちゃいやいや、最後で青春ラインでおおお最終ライン最終ライン前線から行けよ、うん、前線の中盤で行けよ、うん、最終ラインでテル対ベストテ ル, ストテルいや、違いますそんなラップのバトルが今俺らの時代流行ってないんだからいや最終ラインでどうしてほしいのよどうしてっていうの一番漢字そこ聞きたいのよこれ、200人で言うわけですからねそうかそうかじゃあやってみるかやってみますかプレッシャープレッシャープレッシャー一本プレッシャープレッシャープレッシャー一本前線ではい中盤ではい最終ラインおおおおおおほらめちゃめちゃ盛り上がるでしょ盛り上がんねえよおおおどういうことなのおおおおおってなる意味はめちゃめちゃ盛り上がるでしょ分かるよ、応援歌って途中までおだけ教えてくれよ、どうやりたいかなぁめっちゃ盛り上がるでしょ、これいや言いたいこと分かるけど意外と学校で違ったですよ俺らのところはおだ地域とかもあったけどね、少年野球の応援歌とかそう、他の学校と最終ラインでうぅ教えてくれ最終ラインでどうすればいいのか教えてる最終ラインで頑張れよってことですよ地域だ地域だあってもなんだ教えてくんねえ教える地域はねえのかよどっかにああそうなんだこれは結構でも定番なんだサッカーのサッカーの応援歌割とそうですねなるほどねじゃあ3つ目か3つ目これはね、うん、あの我々の学校がもともとなかったんですけど、うん、相手校まあ、もう学校名言っちゃうのに成立学園という、うん、これもまた強い学校があるんですけど、うん、成立学園とやってる時に試合中に成立学園がその応援歌をやって、うん、あまりにも面白かった楽しかった、うん、いいなと思ったんで後半からすぐに取り入れたものですあいいんだそのあさっき の, その競い合いじゃないけど、うん、もう相手チームいい応援歌あるから奪っちゃおうでそうそう自分たちのやり合いになったでも言ったら学校名を変えるだけでいいんでなるほどねそうですどんな感じこれだから成立学園からいただいたものなのであの本当にあれは分かりませんタイトルがあなるほどな分かんないですタイトルはちょっと不明だけどはいちょっと募集して始まりはどういう場面これはもうあのいつでもいいまあベースってことだからそれをまずベースに、まあ俺らが歌ってた時は結構ゴール後だったからーゴール後でリードしたぞとか盛り上がる時盛り上がれって時にこれも団長が言います、ね、まず団長が実践最高こう言います実践最高
まあ、ここまでは実践最強って言ったら全員で、あれ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 盛り上がんないと思ってるの盛り上がんないだろうと思う。なんかちょっとなんかな、じゃあゴール入ったうわーその流れで行こうか、ゴール応援席風にやるぞ、うん、やるぞ、言うぞ、なんだろうな、しんちゃんのタイトル、しんちゃんのタイトルコールやるぞ、しんちゃんのタイトルコール行くぞ、うん、来た来た行け、入った、うわー実戦最強、オレ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 、いいだろ、いや、いや、盛り下がってない、いや、盛り下がってない、その全然盛り下がってない、今の空気がとか曲がってオレって盛り下がってない、これめちゃめちゃ盛り上がってない、あ、その後だからバン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 ってなるってこと、全員でこうやってやる必要があったけど、あ、疲れたね、やっぱ応援で。いやいや、エンディングじゃないの、まだラスト1残してるから90分やってたんでしょ、やってた、確かにすごい体力だ、じゃあ最後ね、最後どうしようかな、どうしようかな、全くかんのお前の中で、いやめっちゃ曲数あったんだよ、今決めてるいや参戦にしとけ僕持ち込み企画ですって言ってるから別にないならいいんだよ、全部、そう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 、無理して4にしてこなくても、いやちょっと3個盛り上がりすぎちゃったなと思って、本当にあの、ね、受けちゃった、いや何戦かんで言ってたからもうセーフかな、3戦で3戦だったな、3戦だったのいや何曲もあるんですよ、めちゃめちゃある、いや本当に今だからコロナの時期だから多分応援でもできないの、応援をむっちゃ曲数ある、めちゃめちゃ曲数ある、何戦 ?3 戦3戦なの、全然ねえじゃん、めちゃくちゃあるんでしょ応援、いや攻めてる時もすごい、攻めてる時すごいよやっぱり、試合終わりのなんか応援歌とかないの、いいこと言ういいパス出てんだ、いいパス出てんだ、あれ出してるつもりあるのかな、あ、なるほど、じゃあ、ね、それは最後に、じゃあ4戦だけか、これね、本当に相手の応援席に向かってやる言葉があるんです、お試合が終わって、勝った勝った負けた関係なしです、勝った負けた関係なし、もう完全にこれは交換し合う、エール交換だ、エール交換です、相手誰にしますか、え、相手の名前は、相手の名前は絶対つけなきゃいけないんですか、日本はじゃあ、あ、日本にしますどこ代表なのどこ代表の応援だ、俺らドイツドイツドイツねえよ、こんなやつらドイツの応援する曲、ドイツにこんなちっちゃいやついねえ、どこ探してもいない、ドイツのベンチ外じゃあ、じゃあ日本にエール送ろう、せっかくだからやっぱ、うん、そうそう、うん、試合が終わりました、はい、ピッピーで、何時もいいでくちゃん、ね、まずサンキューサンキュー日本、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 四戦じゃねえか、四戦なってんじゃねえ、四戦ってか、じゃないのよ、どこ見てたの相手席、相手の観客席、イメージできてるのか、四戦ね、四戦でした、あ、よかったです